ボリューム10アット YouTube 会場パート1。はい、にゃんだらけファン、そして猫好きの皆さん、お元気ですか？ MC の猫体質です。にゃんだらけ公式キャラクターのビジュタンです。はい、7月の18日と19日開催予定だった10回目のにゃんだらけなんですが、新型コロナウイルスの影響でイベントが中止となってしまいました。そこで急遽私猫体質とビジュタンが YouTube で番組をすることになりました。イベントを開催していたはずの7月18日と19日の2日間に4本の番組をアップします。この2日以外も YouTube でにゃんだらけと検索していただくといつでも見られるので、ご覧になった方はぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。実は私猫体質もビジュタンも第1回目からにゃんだらけパーフェクトで皆勤賞なんですよね。にゃんだらけのことなら何でも聞いてにゃん。皆さんにもにゃんだらけのことをもっともっと知っていただきたいので、これからヒストリーとか会場の様子、そしてゲストやコラボしてくださった方々の思い出、プレゼントなどについて4回に分けて紹介していきたいと思います。題して What's にゃんだらけ。これを見ればにゃんだらけマスター間違いなし。それでは What's にゃんだらけパート1、にゃんだらけヒストリーです。どうぞ。にゃんだらけは2016年からスタートした猫のいない猫好きさんのためのイベントです。第1回目は2016年1月に千代田区の科学技術館で1日開催。1回目なのにものすごくたくさんのお客様が集まってくださり、主催者やスタッフがびっくりするほどの大盛況でした。2回目からは浅草の産業貿易センター台東館に場所を移し、毎年冬と夏の2回ずつ開催。回を重ねるごとに出展者さんも来場者さんも協賛メーカーさんからのプレゼントも増え、楽しくてお得なイベントへと成長しています。にゃんだらけは毎回違うテーマを掲げて、それに沿って趣向を凝らして来場者様をおもてなししています。今までにゃんため広場、にゃつ祭り、にゃれんタイン、夏の思い出作りといろいろなテーマがありました。ファッションショーやライブペインティングがあったり、会場内に櫓を設置してその周りにゲームコーナーを作ったり、場内放送にゃんだらけラジオやニコ生放送で会場の様子を内外に伝えたり、いろいろなことをやってきました。また毎回複数の動物愛護団体や保護猫カフェに無料でスペースをご提供し、猫のために頑張っている方々を応援しています。これからも新しいこと、楽しいことにどんどんチャレンジしていきますので、にゃんだらけから目を離さないでくださいね。開催9回ともなるとね、本当にたくさんのことをやりましたよね。会場内ニコ生でね、アンギャして回ったりとか、あとはゲストさんとのトークイベントとかもね、たくさんやりました。はい、本当でしたら7月の18日、19日に浅草の産業貿易センターで10回目をやっていたと思うと、やっぱりね、ちょっと残念ですよね。みんなに会えなくて寂しいね。フライヤーもちゃんと作ったのに残念だにゃ。そうだよね。にゃんだらけには猫をモチーフにした雑貨とかね、お菓子とか、あと洋服、猫のおもちゃとかアクセサリーなどの手作り作家さんなどによる一点物のグッズとかね、ペット用品を扱うメーカーさんなどによる、まあ、全国から猫関連のね、出展者さんたちが約180も参加してくださっています。今回は会場出展できないので、その代わりに出展者さんたちにお願いして PR のね、動画をね、作ってもらいました。はい、それでは出展者さんたちの PR 動画をどうぞ。皆さんこんにちは、アメ細工アーティストの道崎バウです。にゃんだらけでは猫のアメ細工ワークショップをやらせていただいております。熱く溶かしたアメを冷えて固まる 2,3 分の間でハサミで猫の形にしていただきます。そしてお顔や模様などお好きな色付けをしていただきます。飼われている猫ちゃんの模様にしたりとか、あとカラフルな猫ちゃんにしたりとか、いろんな猫のアメ細工が誕生しました。ぜひにゃんだらけにお越しの際はお立ち寄りください。はい、ありがとうございます。
かわいい。かやこちゃん。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではさようなら。にゃんだらけにはボリューム1から参加している猫のよろず相談 by キャットシッターです。会場ではキャットシッター歴20年以上のベテランをはじめ、たくさんの猫のお世話経験を持つキャットシッターたちが、猫の困った問題、フードの選び方、猫同士を仲良くさせる方法など、さまざまな疑問にお答えします。キャットシッターを頼みたい方、キャットシッターをやってみたい等の質問も大歓迎です。よろず相談は無料ですので、お気軽にお立ち寄りください。ご相談された方には、キャットシッター手作り猫じゃらしをプレゼントします。皆様とニャンだらけ会場でお会いすることを楽しみにしております。こんにちは、キュウリスです。ニャンだらけが中止となり、皆さんとお会いできずとっても残念ですが、お家で楽しく過ごしていただけるよう、今回はキュウリスのいつでもどこでも携帯猫じゃらしを紹介したいと思います。まずこちらの猫じゃらしですが、最小値は約15センチ、こちらを伸ばしますと約60センチまで伸び、お家でもソーシャルディスタンスを保つことができるんです。また先端がフック状になっており、おもちゃの付け替えができるようになっています。羽にしたり尻尾にしたりと、にゃんこの心を飽きさせず、繰り返し使うことができる猫じゃらしなんです。このいつでもどこでも携帯猫じゃらしは、現在ちくわぶでおなじみの丸山商店さんで販売しております。ぜひ一家に一台、携帯猫じゃらしをお買い求めくださいませ。次回は会場で、このジャンボサイズの携帯猫じゃらしで、ビジュタンの心を虜にしたいと思います。ビジュタン、待っててねー。以上、キュウリスでしたー。こんにちは、モココハウスです。ニャンコマスクで失礼します。モココハウスは羊毛フェルトでニャンコグッズを作っています。それでは作品を紹介していきます。猫アイスボウのストラップ、にゃんこ好きのストラップ、にゃんこのブローチ、育休付きにゃんこのストラップ、猫のヘアゴム、ピオちゃんポシェット付きのチャーム、パールネックレス付きの猫のブローチ、コロコロにゃんこのオブジェ。お迎えしたいにゃんこがいましたら、 Twitter かインスタからメッセージを送ってください。詳しい作品の情報やお買い求め方法のご案内をします。 Twitter とインスタをフォローしてくださった方は送料をサービスさせていただきます。作品の感想だけでも送ってもらえたら嬉しいです。心よりお待ちしてます。よろしくお願いします。Thank you.
ちは、ウィークエンドキャットです。お店の中をご案内いたします。まずこちらの棚にあるのがヴィンテージ缶やウッドバッグ、エイボンの香水ボトルやお皿やコップなどがあります。でこちらのドレッサーがアクセサリーがいっぱいあります。ブローチやピアス、ブレスレット、あとバッジなどもあります。でこちらの方がぬいぐるみや陶器の珍しいものを置いております。こちらのコーナーがワッペンや本、それに壁掛けやあとボタンとカードなどがあります。でこちらのイギリスのすごい古い扉にはいろいろディスプレイで商品の方を飾っております。猫だけのヴィンテージとアンティークの雑貨やウィークエンドキャットは、今年の3月に東京都渋谷区神宮前 3-1-24 ソフトタウン青山207にオープンいたしました。平日が1日から3日、あと土日は必ず営業しておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。東京猫医療センター院長の服部幸です。私が推奨するポイントを全て網羅した猫のトイレを開発しました。猫ちゃんへの優しさを徹底的に追求した新しい猫のトイレです。動物行動学に基づいて設計したゆったりサイズ、子猫からシニア猫まで入りやすい低い入り口、メモリ付きスコップだから砂の大きさで毎日健康チェック。猫ちゃんの排泄時の向きをコントロールして砂を飛び散りにくくしたスマートワイド構造、つなぎ目がないから洗いやすくてお掃除が楽々、砂の全量交換もとっても簡単に。私もおすすめの匂いを取る砂、獣医師開発猫トイレ、ライオンから新発売です。VTR ご覧いただきました。出店者さんの動画本当にね、皆さん個性的で、そしていろんなグッズ取り扱ってるところがありましたよね。欲しいものがいっぱいだし、いやそうだよね。動画の中で紹介していたネットショップの URL はニャンだらけ YouTube の説明文、そしてオフィシャルサイトのニュースから飛べるようになっています。気になる出店者さんがいたら、うん、ぜひチェックしてニャン。そうだね。それからこの動画を見てくださった方合計10名様に素敵なプレゼント企画もあります。本日24時までに YouTube のコメント欄にコメントをしてくだされば OK でございます。みんなコメントしてにゃん、褒めてにゃん。そうだね。この動画を見ていいなと思っていただいた方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。もしくは Twitter などにね、シェアしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくにゃん。はい、次回のニャンだらけボリューム11は来年の2月20日21日に新宿住友ビル三角広場で開催します。今年の、ね、8月にオープンする真新しいスペースなんですよ。天井もねすごい高いし、とっても広々とした広場となっております。ぜひ遊びに来てにゃん。最後まで見てくださってありがとうございました。では猫好きさんの祭典ニャンだらけボリューム10 @YouTube 会場パート2でまたお会いいたします。